ヘッドアップについてご紹介したいと思います。どうぞ。ヘッドアップでは顔上げ泳ぎという動作になると思うので、入水してすぐ肘を立てて水をかいて回転数を上げなければ体が沈んでしまうので、参考動画として肘が立てば速くなるこの動画を参考に見てみてください。はい、では早速いきましょう。上半身を浮かせて、体が本当に沈んでしまう方はまずはプルブイをつけてからやりましょう。できる方はつけずにキックで体を浮かせてください。で、頭を上げた状態で腕を回します。タイミングを合わせて速いピッチで回さないと下半身が下がってしまうので注意してください。ヘッドアップをやる上で2つのポイントをご紹介します。肘が落ちて水を撫でてしまう動作、フィニッシュで力強くかいてしまう動作には注意をしてください。そうすると肘が撫でて体が沈んでしまうので、できるだけ肘を立たせてタイミングを合わせて腕を回していきましょう。肩、肘、手首、指先の順番でしっかりと入水して、入水して、それで肩がここが前に出てしまうと、どうしても腕泳ぎといって腕だけで泳いでしまう動作になってしまうので、しっかりと鎖骨の下に力を入れて肩甲骨を意識して泳いでみてください。ヘッドアップの動作を身につけることで、体の浮力だったり、腕の回し方がとても上手くなると思います。ヘッドアップの動作を身につけて、ぜひオープンウォーターやトライアスロンのレースに役立ててみてください。ではまた会いましょう。